ドラーアカデミーは、イギリススコットランドのクラックマナンシャイアに位置する、スコットランドで一番古い寮生、インデペンデントスクールである。1818 18年に、キャプテン・ジョン・マクナブによって設立された。イギリスで最も古い男女教学の、パブリックスクールとしても知られている。岩手県九古郡久野辺村と交流があり、毎年日本からのホームステイなどを通して、交流を続けている。 イギリス市、スコッツマンによると、2007年のハイヤーズに合格した、生徒の率が、スコットランドのパブリックスクールの中で最も高く95、95%であった。ドラーアカデミー校は5歳から10歳までが通う、小学校、11歳、12歳の中学校と、13歳から18歳までが通う高校の3つに分かれており、小学生を、プレップ IV、中学生を、 ジュニア I2 高校生をフォーム I6 と呼ぶ。フォーム4からフォーム6の生徒はスコットランド資格機関が所管する試験であるスタンダードグレード、ハイヤーズまたはアドバンスドハイヤーズを毎年5月から6月に受験する。学費はスコットランドの学校の中で学費が16番目、SQA の試験を行っている学校の中では8番目に高く、 年間約7300ポンドから9800ポンド、寮生は、学費も含め、約18000ポンドから21000ポンドとなっている。本校は、計8つの校舎、体育館、テニスコートの他4つの寮を所持しており、合計面積は70エーカーに上る。本校の生徒は5歳から18歳までの合計約1300人、そのうち、 約90人が寮で生活している。その他の生徒は、学校の近くに住んでいて歩いて登校するか、バスを使用する。主にスターリング、ファイフ、パースなどから通っている生徒が多い。本校は3学期制で、それぞれの学期をタームと呼ぶ。ターム1は8月下旬から12月中旬、ターム2は1月上旬から3月下旬。 ターム3は4月下旬から6月下旬までで、それぞれの楽器の間は、クリスマスホリデー、イースターホリデー、サマーホリデーの長期休暇がある。また、10月中旬と2月中旬には、オクトーバーブレイク、フェブラリーブレイクと呼ばれる1週間ほどの短期休暇も、ある。それぞれの休みには、両生が自宅に帰り、長期休暇の期間は寮に泊まることは、不可となっている。 両生がいるため、基本的に、イギリスの祝日には学校を、休みはしないが、長期休暇などに休まなかった、分の休日を補うため、公立学校よりも、多少休みが長いことがある。朝は午前8時45分から始まり、生徒が、それぞれのクラスに行き、それぞれの担任が出欠席を取る。その後、ガツ、水、 金は午前8時55分から午前9時15分までの集会に行き、その他の日は午前9時10分から1時間目が始まる。1日に授業が5コマあり、1コマ60分である。2コマ目と3コマ目の間に15部の中休みがあり、3コマ目終了後に55部の昼休みがある。4コマ目は午後1時25分から始まり、学校が終わるのは午後3時25分となっている。 放課後は、ラグビークリケットなどのスポーツ系や、合唱や、オーケストラなどの芸術系の部活動がある。部活動に所属していない生徒も多く、また、部活の活動日も、部活や楽器によって大きく異なる。昼休みに、高校生は、学校の食堂に行くか、街の店まで買いに出ることが多い。弁当を持参する生徒も多い。小中学生は、 基本的に街に行くことは許されておらず、弁当を持参するか食堂で食べる。制服は、男子は、ブレザー、ネクタイ、白いワイシャツ、ズボン、黒靴下、女子はブレザー、白いブラウス、ネクタイ、キルト、タイズ、そして、男女ともに黒い靴を履く。場合によっては、紺のセーターを着ることも許されている。ターム1、スポンサードウォーク、フォームシックスディナー、 フォーム6のみ、ハロウィンディスコ、クリスマスコンサートクリスマス、ダンスターム2、フォーム6プレイ、ボニエス。サッパー、エントランスエグザムターム3、ジュニアスクールムシカル、シニアスクールムシカル、テディベア、エスピクニック、プレップワイトフォーム6のみ、サマーボール、プライズギビングスポンサードオーク。ハロウィンディスコ、テディベア、エスピクニックは、チャリティーイベントである。 ジュニアスクールムシカルとシニアスクールムシカルは、毎年演目が異なり、これまで、アニー、コパカバーナ、マイフェアレディ、屋根の上のバイオリン弾きなどが上演された。卒業生の中には、ジェームズ・デュアーなどをはじめ、多くの著名人がいる。ありがとうございます。